どうもありがとうございます。パフォーマーパーツでした。どうもありがとうございます。飯塚振付師やってます。インテルウルトラブックとか乃木坂46に、作品提供したり、サキンという番組で、NHK の朝の番組ですね、僕出てパントマイムやっていたり、まあ、いろいろやってます。名前だけでも覚えてください。ウェブあります。パフォーマーパーツです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。お気持ちで結構でございます。パフォーマーですのでね、面白かったら帽子の中にお気持ちを入れていただけると嬉しいです。お気持ちで結構ですのでね、無理はなさらずに、お気持ち入れてくださると嬉しいです。パフォーマーパーツでした。どうもありがとう。いいよ、待ってるよ。どうもありがとうございます。パフォーマーパーツでした。どうもありがとうございます。お時間ありがとうございます。お嬢さんありがとう。ありがとう。パーツありがとう。お嬢さんありがとう。お嬢さんありがとう。お嬢さんありがとう。お兄ちゃんもありがとう。お兄ちゃんもありがとう。ありがとう。ありがとうございます。お嬢さんありがとう。どうもありがとうございます。あら、お嬢さん。ああ、近いから入れてくれるんだね。ありがとう。パフォーマーパーツです。どうもありがとう。ああ、僕ありがとう。お兄ちゃんありがとう。どうもありがとう。すごい、ああ、嬉しいね。見てくれたらありがとう。名前覚えてね。先に出てるから見てね。みんな。見てれって最近見てるよ。最近見てる、あの鏡の国のアート。またあの鏡の国のアートっていうのに出てますからね。ありがとう。